おはようございます。億万長者シリーズご覧の皆様、私はね、麻雀店をかつてやってたんですけども、麻雀店をやろうかなと思って準備してやったわけじゃないんですよ。ある日麻雀店に行ってみたら、やってみるって聞かれて、その場で回答したんですよね、こんな人生もなかなかないと思うんですよ。今日も麻雀できるかなと思って行って、帰った時には、あ、明日から麻雀店のオーナーかみたいなね、そんなね、大根とかね、せんべいを買いに行くような感覚で麻雀店がスタートしたんですよ。いやー、何なんでしょうね、これはね。そして今はその麻雀店はないというね。だからね、諸行無常というか、人生何が起こるか分かんない。そして起きたことを全てね、目の前にあることを自分の力量で起きたことだなと捉えていくということが、まあ基本になるかなと私は思ってるんですけどね。で、今回ですね、2019年を振り返って、どれだけのことができたかなというふうにね、それぞれ考える時期だと思うんですけども、まあどれだけのことができたかっていうのは、どれだけのことが自分にお返しされてきたかなっていうところで測ることができるんですよね。まあこのね、すごくいい指標が今ね、お歳暮っていうね、そういう古い習慣があると思うんですけども、もうお歳暮なんて関係ないよって言ってる人もいるかもしれませんけども、そうは言っても私もお歳暮を積極的にやってるわけではありませんけども、やっぱりね、物が届くんですよね。本当にありがとうございます。で、先日もあのバースデーのサプライズとかやっていただいて、全国の方がものすごくね、手の込んだことをやっていただいて、あ、こんなに皆さん思いがあったんだなと思って、まあますますね、私も恩を感じて、これからも提供と感謝を続けていきたいなと思うんですよね、で、やっぱりね、こういうふうに私のことは差し置いてですね、あのご覧の皆様一人一人の方が、一人一人の視聴者さん、皆さんがですね、考えていただきたいのは、あ、自分は今年誰かのために何かができたかなってことなんですよね。吉谷さんの動画でね、どれだけ人の脇役になれたかっていうことが自分を主役にするというふうなね、そんな流れがありました。誰もが自分さえ良ければ、自分のことはどうなる、自分のお金はどうなる、で、自分で行くから、なかなか浮かび上がれないんですけども、人のですね、手伝いとか、誰かに対して役に立つこととかね、これを見返りを求めずに使えること、人にお使いすることをやっていく、それがまさに仕事だと思うんですけども、そういうことをしていくと何が起こるかというと、やっぱ大事にされますよね。私はそう思うんですよ。あの、私利私欲なく、自分の損得なく、誰かのお役に立ちたい、目の前に困ってる人がいるんだったらということで活動できる人って、皆さんからやっぱり求められるんじゃないかなと思うんですよ。少なくともですね、自分のことを何とかしてくれっていうふうに会うたんびに言う人よりは、なんか情報ないですかって、なんかおいしいネタないですかって、困ってるんですけど、なんか解決してくださいっていうふうに、なんかしてください、お願いします、お願いします、お願いしますっていう人と一緒にいたいですかってことなんですよ。そうではなくて、私が力になりましょうかと、こういう時だから私の力を使わせてくださいっていうふうにやる方、どっちがいいですかってことなんですよね。だから要するに、人の脇役になることっていうのが自分を主役にすること、すごくいい表現だなと吉谷さんね、思いましたね、で、誰かのために今年何かやれたかなってことをね、考えていただきたいんですよ。まあ、この動画を見てる方っていうのは、なんかのね、ビジネスやったりとか投資をやったりとかね、人間関係悩んだりとかいろいろあったと思うんですけども、逆にですね、ビジネスとか投資活動とか、それプライベート人間関係に対してですね、誰かの問題をどれだけ解決してきたかなと、誰かにどれだけ付きまとわれて、私の問題を解決してくれませんかと、お忙しいと思いますけどお願いしますっていうふうに、どれだけの方に言われたかなということを考えるとですね、1年っていうのが振り返れるんではないかなと思うんですよ、まあもちろんそればっかりではないんですけどね、あの、私の言いたいのは、その2019年の提供と感謝がどれくらい成功したかなってことなんですよね。で、それがきっと2020年に利息をつけて返ってくると、それがまあ繰り返しなのかなと思うんですよ。で、梅宮達夫さんの話に戻りますけど、梅宮達夫さんはね、昨日お亡くなりになったことが、訃報が報じられたんですけども、やっぱり梅宮達夫さんってすごく、あの、俳優業を通じてですね、多くの人の心に、そのストーリーを残したんだなと、感銘を残したんだなと思うからこそ、あの、梅宮達夫さんを悼む方が多いんだろうなと思うんですよ、まあ言ってみれば、一芸能人、一タレントさん、一役者ですよ、そういうふうにもう一度も会ったことがない方、向こうから自分の存在っていうのは全然認識されないんですけども、でもですね、多くの方の、まあ、信頼と、それからね、今回、長寿をいただくということは、そういう人生、多くの方に仕えてきた人生だったんではないかなと思うんですけどね、皆さんいかがでしょうか。さあ、吉谷さん、良かったですね、今回のね、どれだけ多くの人の脇役になれるかってね、まさにね、積極的に脇役になろうと、積極的に出川哲朗になろうとする人はあんまりいないんですよ。なんかね、自分がずっこけ役回ったりとかね、自分がね、あの、責任を負う側になったりとか、自分が恥をかく役割を演じてくれたりとかね、そういうことで多くの人を守っていくって人は本当少ないんですよ。逆にですね、自分はなるべく責任を取らずに、自分はなかなか、あの、なるべく美味しいことをね、
そして自分はなるべく何もしないでっていうふうに感じてるんで、そういう市場が過当競争になるんですよね。そしてかもられちゃうんですよ。サボってね、自力でなくって何かにおこぼれちょうだいで、濡れ手に泡っていうのはね、求めすぎなんですよね。まあ求めすぎというよりも1秒たりとも求めちゃいけないですね。そういうのはやっぱり今日受けている悩み、今日受けている幸せっていうのは全て自分の力量で起きたこと、それ以外はないと思うんですよね。